はい、ここ。いいですか、よろしい？はい、どうぞ。じゃあ本番願います。はい、神谷さん、いきますよ。よーい。はい。月夜の晩にね。どうしたの？やったんだよ、ヤシの木陰で。何を？接吻。はい、みぬは、つばくしさもあらなくに、こだくがれはこいつつもあるか。ねえ、雨宮さんどうかしら、お姉様に。お前まだ小学生で、鼻垂らしてたよ。そしたらそれで左手に間違えてつけちゃったの。今朝もそうなの。お父様に召し上がる半熟茹でちゃったの。しかし万葉の草も伝法であるとは考えましたね。違って何かと不自由だぞ。金にも困るぞ。腹も減るぞ。そんな時はいつもニコニコ笑ってるんだ。その代わり俺がうんと買いがってやる。